雰囲気が多くて、そう今回も結構めちゃめちゃいろいろ、なんか前髪とかもいつも絶対リサなんかもう絶対にパッツンみたいな感じが多いから、絶対に絶対にみたいな、そうだったんだけど、なんか違う感じだったり、そう服装も新鮮で良かったって、嬉しい。たくさんスポーティーな、でもあれ流行ってるんだよね本当に。なんかあんまりその甘めとスポーティーなのがあれだったの、自分の中であんま分かってなかったんだけど、でも最近もうすごいお店とか行ってもああいうなんていうの、あ本当にああいう感じ、なんかスポーティーだけどなんかレースが入ってたりとか、そうっていうのが見かけるよね。リサもなんかその撮影してなんかその後お店に行ったらそういうのを見つけて、えこれこの間撮影できたやつだとか似てるとかあって、そうめっちゃ流行ってる、テレビでもね言ってたりしてた。こんばんは、やっほー。そうキャップもめづらい、キャップねなんか買ったんだよね自分でもキャップを、そうだけどなんかやっぱりキャップはねなかなか、そういつもねなんかキャスケットとかバッケンハートとかが多いから、そうキャップはでも夏はいいなって思う。そうね、なんかイメージ、そうなんか多分プライベートでもう被るけど、なんかみんな、あでもそっかキャスケットもそうでもないか、なんかでもあんまりそのメイキングとかにも多分キャップのイメージないかも、キャスケットとかなんかまだ、うん、キャップの時の髪型ね三つ編みみたいな。こんばんは。しかもねなんか嬉しかったことがあって、その撮影の日になんかそうヘアメイクさんがなんかね結構違う、毎回結構違う方に、毎回じゃないかなんだけど、そうヘアメイクさんがいろいろ変わったりするんですけど、前回までは結構同じ方が多くて、ずっとヘアメイクさんね、だからすごいもうめっちゃ毎回結構一緒になるので、すごいこうもう普通になんかめっちゃ喋るの、仲いいみたいな感じで仲いいみたいな、ただそのなんていうのイコラブの活動の時とはまた違うから、そうイコラブの活動の時では合わないメイクさんなんだけど、なんかそうその方じゃなくてね今回が違くて、でもねなんかリサ見たことある方だって思ってたのね。でもエスカワさんでは、私がそのレギュラーモデルに ならせていただいてからはなくて、で絶対に見たことあるでもって思っていながらそのメイクをしていただいてたんだけど、したらなんかそのメイクさんから、私リサちゃん前3人でかなんかの雑誌、多分それはエスカワさんでなかったかも、ビースさんかなかなんかの時に会ってるんだよねみたいなことを言われたの。それでやっぱなんか見たことあるって思ったけど、でもなんかあれもう何年前みたいな、多分めっちゃ前、もう、めっちゃ前だよね多分ね、エミーちゃんとサナツンと私の3人だったかな、でめっちゃ前で、それでその方だったのね。でみたいな、やばいってなって、ヘッドさん
みたいな。だってそう、それでなんかそれ以来ずっと会ってなくて、そうしたらなんかもう一気にそれで打ち解けて、でその方がね、なんかその前に富士急に遊びに行ったんだって。そしたらなんかイコラブちゃんがちょうど多分私たちとあの富士急さんがコラボの時だったみたいで、そのパネルとかめっちゃあって、でそのファンの方々もさ写真撮れるようなのがあって、それをたまたま富士急で遊びに行った時にあったらしくて、そのイコラブの。そしたらなんかその方が、あ、イコラブちゃんだって、すごいなんかめちゃめちゃ私も嬉しくなったみたいなことを伝えてくださったのね。でもなんか本当にでも感動エピソードすぎてなんか嬉しいってなって、もうルンルンだった。やばいよね、なんかさ嬉しい、そんな言ってくれてめっちゃ嬉しかった。なんかそのなんか自分もめっちゃ嬉しくなったって言ってくれたのが本当に嬉しすぎて、なんかイコラブのことをすごいなんかずっと覚えて、多分ねそんなに本当にそんなに会ってないメイクさんなんですよ。なのにそうやってそう覚えてくれてることも嬉しかったし、嬉しかった本当に。だからもう本当にってなってもずっとルンルンだった。めっちゃ友達みたいな感じで話しちゃって、もうそっからずっともうギャルみたいな感じで普通に友達みたいになってそう喋って、そうでもね、なんかその次にまた撮影で会えるか分かんないんだよ。そう分かんないんだけど、え、絶対に次もって言った。嬉しかった、めっちゃ。なんかさ、そのそういうの時に会ったことを伝えてくださったのも嬉しかったし、なんか富士急さんに遊びに行ってイコラブちゃん見たよっていうのも嬉しかったし、もう嬉しかったなっていうお話。うん、またお会いできたらいいな。そうそう、あとはそう NMB48 さんのレイちゃんともお会いして、そう一緒に撮影したんですけど、本当にそういろんなお話、ただリサも人見知りで、なんかもう人見知りだった私、とってもとっても人見知り、とっても人見知りしたよ。でもそのお互い人見知りみたいな感じだった。そうそうなの。でもさ大阪だよね、だからすごいもうやっぱり移動してさなんか来たりとかすごいなって思ったし、なんか大人っぽかった。なんかリサなんかさ、でさ、なんか子供なんか童顔で、童顔すぎておもろいおもろかった。なんかそうおもろかった、年下さんなんだよ。うん、しかも3つめっちゃ大人っぽくてさ、レイちゃん私なんかよりも大違い、間違いでしたよ。そう大人っぽかった、マジで直接お会いしてこう話してく、大人っぽい、めっちゃ年上なんだよりさ、やばくない、大人っぽいよ。てかなんか雰囲気から大人っぽいんだよめっちゃ。うん、今週の週の通信よろしくよろしく。うん、甘スポしてみよう、みきゃん嬉しい、お揃い、イエイ。え、実年齢に見えない、嘘、落ち着き顔さんだよね。え、めっちゃそう、めっちゃそう、本当に
すごい。でもめっちゃね、てかなんかれいちゃんって言ってるんだけど、勝手にここで ここで勝手に言ってるんだけどすごい、そうすごいね、一緒にね撮ってるのもめっちゃね、いつも顔小さいってすごい言ってくれてたんだけど、いや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 、マジでマジマジで、いや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 、れいちゃんもちっちゃいって思って、マジなんかりさってなんかなんだろう、なんかあのこういう顔なんかこういう顔だなって思った、めっちゃなんか、え、わかる、なんかさ、なんなんだろう、今日のイコラよりさのトークしか残ってないなんか、え、なんかね、なんだろう、どういうか、え、なんかなんだろうな、そう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 、縦がない、なんか縦が短い顔してる、なんかでもなんかでも自分じゃあんまりね分かんないけど、本人の前で、え、そうやって、え、いやって思った、全然あんまりさ、自分が、え、本当にこれなんかあれだけど、自分がめっちゃそんなにこう顔が小さいとかあんま思ったことが本当になくて、なんかそれ言うとなんか、いや嘘だろって思われるかもしれないけど、本当になくて、なんか全然だから、すごい、そんな言われたけど全然小さい、嘘、自分で分かんない。あやばん誕生日だった、おめでとう、ちゅうか、うん、そう、小さい、そう、小さいの？でも私ね、あのね、頭の形はなんかね、なんかちょっと前のなんか撮影の時にね、なんか髪飾りもそのまあこうやって2つに結んでて、あの後ろからの写真をね撮ってもらったことがあって、そしたら、え、なんかその時からね、なんかメンバー誰かいたんだけど、え、待って、頭ちっちゃすぎないみたいな言われたんだけど、私が思うにはあの後ろのあの多分ここからのここの首のとこにいや、なんか何言ってんのって感じだよね、急になんか気まずいけど、なんか首のねところに、なんていうの、産毛じゃないけどあるじゃないですか、本当は。結構私本当にないんですよ、それが、だからだと思う、そう、なくて、マジで蜂なのかな、ここのここら辺にないの。でもここら辺にあるとさ、確かにさ、あた、なんていうの、髪の毛がここまでみたいになるじゃん、だからそう見えるよなみたいな、え、マジでないの、え、見せるのでも気まずいよね、え、ないよ、本当にない、え、だってこっから見てもなくない、ここ見える、見えてる、なくないだってなんか恥ずかしい、恥ずかしいかも、え、ないよね、なんかそれだと思う、私が思うのは。でもそれってポニーテールとか、こ、え、嘘、カメ子さんしてても思う、多分2つとか三つ編みとかが一番わかる、ないよね、ここ、え、わか、見えた？ないよね。エッドサックスを何配信しぬ、え、ないよね。なんかだから、なんて言うんだろう、そう見えるのかもしれない。うん。なんか、多分全くないわけじゃないと思うんだけど、なんかほぼない。
けど普通あるよね、普通はあるはずないよね。そう、後ろ姿待ち受けに、え、でもさ、下ろしてたら分かんないよね、やっぱこう結んでないと分かんないよね。なんかそれだと思う。うん、顔の形が自分のこと、え、違うの。でもそれはあのね、あれメンバーに言われて気づいた。なんか後ろってマジで見ないじゃん。で私も後ろは見なくて、ただそのなんかいつもこう結ぶときはなんかその後ろの分け目をどうするかぐらいで、そのあんまりなんか後ろ姿を撮るっていうのはあんまないんだっけ、撮るというか自分が感じることはないんだけど、なんかその頭だけというか後ろ姿のここだけを写真で撮ると本当になんかここがないんだなって思った。うん、だからかな。さきちゃんありがとう、嬉しい。え、そうだよ、毛量多いから、めっちゃ毛量めっちゃ多い。ひかりありがとうね、嬉しい、言ってくれてた、ありがとう。そう、顔のトレーニング気になった。顔のトレーニングはなんかでもあんまやんないけど、やるとしたらあのひなチャンネルさんの最近のやつ、あのベロを回したり、なんかあのマウスウォッシュみたいなあれをやってるようなやつのストレッチ聞く。痩せ、偉いよ、顔痩せするの、顔痩せ。あ、リサのはるかだ、嬉しい。え、なんか変わった、またこれなんか持ってる、ありがとう。リサのはるかいる、え、ポストしてくれてた、たい焼きもありがとう。緑茶通称その後ろ姿と撮りたいかも。え、やだ、いやちょっとそれ NG かも、だって前が良くない、せっかくなら顔がいいよ絶対。うん、19日私も先に回して、分かった、はるかありがとう、もうちょっとだね。え、後ろちょっとはずい、気まずちゃんすぎない、後ろ姿希望する人多い、じゃあちょっと NG にしようかな後ろ姿 NG 誕生日ね、え、そうなの、えらいよ。振り返りはまあなんか実質振り返りみたいなもんじゃない、てか振り返りなんてむずくない、止まるからさ。あの古刹ん古刹とかだったらあれだけど、むずくない。かやちゃんポスト見てくれてありがとう。え、でも多分かめこさんが撮ってくださった写真の中にあるかも。だよく、しかも2つ結びよくしてるから余計わかる、絶対あるよ今までの写真撮ってくださった中で。自分がね後ろ姿あんまり載せてないけど絶対にある。うん、いろいろ見てた。え、結構ある気がする、なんか後ろ姿割と見、なんていうの、移動とかでさ、え、わかる、ツイン率多いからそれが一番わかりやすいかも、髪のあれっていうと。多分ねハーフツインとかはね見えないじゃん、ツインが一番見える。妖精さんのやつ懐かしいね、妖精衣装かわいいよね、好き。
これさ、なんか持ってるよね。ちょっと難しいからリボンにしよう。リボンで埋めた。え、やばい、4回目やばい。4回もお祝いできて嬉しい。リサもありがとう。はい、リサのはるか、リサのはるか、お誕生日おめでとう。早いけど、あ、19がいいかな。どっちがいい？あ、17でいい？19にしよう。じゃあ時空を超えていきます。時空を超えていくよ。イエイ。はい、できた。はい、リサのはるか、ちょっと早いけどお誕生日おめでとう。ハッピーバースデー、おめでとう。おめでとう、嬉しい。4回目だって、やばくない？ありがとう、ずっと配信も見てくれて。でもお誕生日の日お仕事なんだよね。すごい、頑張ってて偉いよ。絶対その日美味しいの食べてね、たくさん好きなのいっぱい食べてね。ありがとう、フライングおめでとうね。フライングおめでとう。ケーキ食べてね、絶対。うん、絶対に食べてね。えらい、おめでとう。ありがとう。おすすめ、私おすすめ、私絶対タルトがやっぱり好きで。え、今って桃だったりする？桃が好き。桃、桃好きです。こちらこそありがとう、ありがとうね。絶対に誕生日素敵な日にして。え、桃だよね、絶対桃がいい。桃食べたい。桃タルト美味しいし可愛い。映えるくない？え、ありがとう、みーきゃん。見る、桃パフェ行くの？いいな。うん、いいな。桃パフェ、桃カツいいね。え、いいね、桃カツ。違う、しかもめっちゃ可愛くない？桃ってさん、タルトいろいろあって楽しいね。え、あれはシャインマスカットとかまだ？絶対ポストします。だって見るね、絶対に。メロンのタルト、わ、美味しそう。ユーラありがとう。朝一ですねえ、梅干しありがとう、嬉しい。梅干しまた来てくれて。桃カツ、え、どこでできんだろうね。でもいろいろありそう。え、待って待って待って、タルト食べるとびらし、え、でもちょっとわかるよ、なんか折れそうになる。折れたことあるよ、やばいよね。キルヘモンの期間限定桃、今？桃だって、絶対食べな、みんなも。絶対食べなよ。タルト作ったりしない。タルトむずそう。マンゴーとパイナップルのって、うわ、美味しそう。いいね、桃食べると本当に幸せになれる。え、わかるよ、なるよね、めっちゃわかる。
桃。確かに、あ、え、確かにスタバも桃来そう。一番好きな食べ物、果物？一番むずい。桃かな。え、マジ？ミスチ、そんなことある？急に？はい。かえちゃんハートありがとう。今スイーツ我慢して、え、えらい。りょうやどうしたの？ゆんちゃんハートありがとう。I know you。嬉しい。そうなんだ。桜ももかわいいし、おいしい。ムースホーム、え、おいしいよ、ムースホーム。みーちゃんハートありがとう。果物、糖分制限。あ、いちごって言ってた。え、いちご好きだよ、変わらずに。でも桃もやっぱ好きだなって思う。うん。みなちゃんこんばんは。マックカフェも桃やってる。多いよね桃。今やっぱ桃なのか。美容モチベ高いけどパフェも食べたい。いや食べたいよ。みんな頑張ってるの。今日も一番か、あ、78嬉しい。そう、今日はちょっと低め。いちごアデノ、うん、いちごアデノ入り。バナナ食べること多い。あ、レオリサもだよ、バナナ好き。フルーツ何でも食べれる。ユンちゃんクマありがとう。 I love you。 イエーイ、すごい、えらい。むずいよ、どっちもむずいよね、減量も増量。スターのバナナチョイス、え、マジ飲んでないやん。うん、こんばんは。お、大幅にそうなの、そんな。バナナカリカリ、え、ブリュレ系、間違えた、え、ゆんちゃん二の腕ね。腕ね、腕むずいよね。腕ね、腕はむずい。なかなか、あの逆の腕立て伏せかな。うん、リサ見ると元気出る、嬉しい。マイカちゃん、駅ポンデリング食べた。まだ食べてないです。焼いてないし、ポンデリングずっと食べてない。逆、そう逆。明日ね、ありがとね、みきゃん今日やってた、えらマジ。リサもね、寝る前にやってる。今ミスド食べてる、いいね。なんか新しいやつも美味しそうだね、なんか乗ってるやつ。最近私も、えらい、みんなハニーチュロも焼いたら美味しかった。チュロス、タンフルしてない、アンナの腕触ってない、走るの、えらい、ちゃんと寝れてない。昨日もね、4時ぐらいになった。焼きポンね配信、インスタも見て、嬉しい、ありがとうね、見てくれて。みなちゃん、ミシュランの新しいやつ美味しかった。ごま食べたの、フロマージュみたいな。料理配信やばいよりさ、事故ねえ、やばいよね。でなんかその4時半ぐらいになると誰も LINE 返してくれないじゃん。だから寂しくなるのりさ、夜になると。最近助けて寂しくなる病発症なの。
まだやってない。そう、フロマージュ脈、食べてみてね、さか。そうなの。そう、意外とクマとかも別になくて、意外とひどくないんだけど、可愛すぎて。マリマリ嬉しい。やばくない？助けて、怖い。そうね、昨日はしおこに LINE した。とりあえずまあしおこ結構夜更かしだから帰ってくるだろうって思って、何してるみたいなスタンプ送ったんかな。そしたらもうその時点で1時半2時ぐらいで起きてたの。そしたら起きてて、何の LINE したっけ突然の LINE なんかね、寝れない病みたいな流れ送って、そしたら分かる、起きてたんのって言ったら、うんって言って、何してるって送ったら、携帯を見てるって言ってて、もう全部終わっ、さすがにもう2時だわこの時点で、だからもう全部終わったって聞いたのね。もう布団にいるみたいな、だからあと寝るだけみたいな。で私がさりさが最近最近夜になると最近夜になるとなんか寂しい寂しくて寝れないって送って、やばくない？でも夜になると寂しくて寝れなくて、なんかみたいな。そしたらなんかなんかでもなんかそういう時あったらしいんだよ、しょうこもね。なんか寝れ、なんか遅くなる時、そうで、また一時して2時また過ぎぐらいにマジで寝れない、どうしよう言ってしたら、結構しょうこもそれなみたいな感じだった。そしたらりさがずっと YouTube とか見てたら寝れるかなって思うけど寝れないって言ったら、しょうこはラジオを聞いたら寝れるんだって。だからラジオを聞いて目をつぶるよみたいなの来て、そしたらりさが眠れる眠れるって言ったら、いつもこういう時はラジオを聞いたら寝れるんだって、携帯をいじってると寝れないんだって。でもまあ確かにそうだなって思って、そしたら今日はちゃんと早めに、もうこの時点で早くないよ、もうすぐ3時だから、だけど寝れたらいいなみたいなので終わった。でも多分翔子の方が先に寝たけど、会話的には成り立った。なんかね、これでやっぱ何してるって時に返信がないよ、大体もうの時間2時ぐらい、だから返信返ってこないじゃん普通は。だから誰からもないの、もう LINE もなんか別に LINE で無視されてるとかじゃなくて、もう話が終わっちゃってて、そうだからリサがその何してるスタンプ送れば来るけど、ちょっと時間的にもう2時とかになってると、そうなんだよね、難しい。あ、電話ね。あ、電話いいよな。電話でも出てくれるかな。2時ぐらいに。2時半ぐらいに。そう。ね、何してるトークをしたいよね。ほんとに。あー、ラジオね。いや、ラジオ OK だったらマジたまにさ、ほんとにマジで4時半とかなるよ。毎日ね、やばいやん、毎日友達と朝まで電話してる。いいな。でもそうやってさ、こう付き合ってくれるのがよくない？電話とかでさ眠くならない。そうなの、眠くならなくて、でしかもその昼間に眠くなるって思うやん、そんなまで来たら。昼も別にな、困った。昼夜逆転してる？
困るよね。え、猫ちゃん？様子がおかしい。疲れ、わかんない。疲れてる日もあんまりだよ。ね、困る。様子がおかしい。様子がおかしいよ。え、そうなの？ショートスリー、え、でも急に？急になるの？ショートスリーパーに？え、そう、なんかね、それで体、え、お風呂とか？なんかその入ったり、そのしてるみたいになるじゃん。え、毎日入ってるの。だからさ、違うよね。わからないね。ラジオがいいのかな、やっぱ。最近眠れないって言ってる人めっちゃ多い。え、マジ？え？本当？一緒かも。一緒かも。考える前に考え事とか。考え事？考え事はするけど、別に寝る前とかじゃない。冷房つけて寝てない。やっぱヤクルト1000買ってみる、もう一回。でもあれ効果あんま分かんなかったんだよね。あまり分かんなかった。ね、でも分かってる人もいたよね、意外と効果いいみたいな。なんかでも普通に美味しいって感じだよね。うんね、普通に美味しい。最近寝苦しい？暑いからかな。ゆいちゃん、パン焼きありがとう。モーメントコメントしてたって嬉しい。てかモーメントあげるとさ、コメントをこうくれるじゃんか。見るんだけど、なんかすごい、やっぱモーメントのコメントってさ、絶対、まあでもその、なんていうの、ポストとか、まあ、DM とかもそうだけど、自分しか見れないんだけど、なんかやっぱりさ、そのなんかコメントするのもさ、あんまりさ勇気だったりするじゃんか。だけどさ、モーメントはそあんまり、その本当にもう私だけ、どれもそうだけどね、なんか特にじゃない。それで、ね、そう、え、長文嬉しい。てか長文でモーメントのコメント送ってくださる方多い。めっちゃ、うん、見てるよ。うん、そう、見てて、すごいなんかいろんな話をこうしてくれるのね、モーメントとかでも。なんかその写真に対してのコメントもちろんあるけど、なんかそうじゃなくて、なんか普通に日頃のなんか何悩みじゃないけど、悩みとかをそのリサがすごいこう配信とかしてくれるので、前向きになれる系のコメントもあるんだけど、そう、なんかそれでなんかすごいめっちゃね、なんか私がこうやってショールームとか配信するの、え、違うコメントでもいいよ。そう、なんかさ、リサってショールーム結構配信をね極力するようにしてるんだけど、でもそれはまあ別にリサが話したい、みんなと話したいからやってるだけであって、別にそのなんかただこうなんていうの、義務的な感じでやってるわけでもないし、だから本当に私がみんな楽したいだけでつけてる配信なんだけど、でもその結構やる頻度もまあ高いしね、あれなんだけど、なんかすごいもう私的にね、こう配信をたまにやるとさ、
なんかこうやっぱりなんていうの、まあ珍しいじゃないけど、たまにするのも嬉しいじゃんか、たまにね。でもなんかこうショールーム、そのそれこそ今とかはあんまりイベントがちょっと空いてるじゃん、空いてる期間とかでは、まあそうじゃなくてもなんか配信をね、割とそう休みじゃなくてもお仕事が終わってもまあやりたいと思ってやるんだけど、いつもなんかそう、それなのになんかこの配信でこう悩んでることとかがあってもこういつも元気をもらってますみたいなコメントを見つけたんですね、またモーメントのコメントで。 それでなんかすごい、そのいろんなやっぱり状況があるじゃん、なんかそのそれぞれ普通に生きてていろんなお仕事の中でね、それこそやっぱりこう悩みとかもいいことだけじゃなくて悩みとかもあるじゃないですか。それの悩みとかがあっても、そうこの配信でなんか元気をもらって癒されてますみたいなのをこうモーメントのコメントでね言ってくれたりとかして、本当になんかショールームをやる意味というかっていうのもすごい感じたっていう突然の突然語り、うんって思いました。めっちゃ、いやなんかリサちょっと配信が多いなって、やっぱ多いじゃないですか。だけどなんかでもそれって誰かのこう支えだったり癒しとか、この配信のやる意味とかっていうのもすごいそういう風に感じれて、そのモーメントのコメントとかで、そうすごい嬉しい気持ちになりましたそう改めてね、そう、うんインスタの投稿もめっちゃ嬉しい、ありがとう、嬉しい、いっぱいね見てくれるのも嬉しいけどね。でもさ、すごいよね、こんなにさ配信をつけててもさ毎回話すことがあるんだよ、すごくない？ネタがないとかないんだよ、話すことないとか絶対あるやん、話すことすごいよね、それも、うん、一番周り、え、ね、すごいいっぱいねコメントもしてくれてた、花ちゃんありがとう、出口ちゃんありがとうね、そう嬉しかった、だからそうなかなかね言いづらいこととかもあるけどね、そうモーメントとかのコメントだったらなんか言えるみたいなところがそうあるのかなってすごい思って、うん、そう思いました、うん、そう食べ物の話多いよね、食の話多め結構うん、ね、そうこの時間にご飯の方も多いかも、モーメントね、言ってね本当に、うん、やっぱねなかなかその言いたくても言えないこともあるじゃないですか、やっぱこういうことで悩んでて今こういう感じでみたいな、自分がとかっていうのもやっぱりね、あんまりそのさ言いづらいじゃん、
言いやすく言える場合もあるけど、やっぱそういうことばっかじゃないよね。ありがとうポスト、こんばんは。食の好み知れるの嬉しい、やったん。毎日えコメントしたし、えでもあれだよね、リサがモーメントあげないとさコメントできないじゃん。だからねモーメントもねなるべくあげるよ。うん、ネガティブなこと、え言ってもいいよ、いいよ、ネガティブなことも言ってこ。そうだからなんかすごいね、なんか思った、なんかリサのなんか配信のなんて言うんだろう、なんかこういう方に届いてるの嬉しいって思った、めっちゃ。 TikTok 楽しみにしてて、ありがとうマシと報告書を言ったままに、あーさくらちゃん本当に優しい、えー優しい。でもりさん思ったよ、できない気があってもごめん。いやそれはね思わないようにいるよ、思わないようにいるけど、そうでもいろんな、そうなんかでもリサがその逆の立場だったらね、なんか悩みを推しに打ち明けたパターンだったらめっちゃ無理、私結構言えないタイプなんだよね絶対。そう言えないタイプなのよあんまその悩みとかを。だからそのみんながいろんなこうお仕事とかで、それこそやっぱ人間関係系とかなんかっていうのが多いと思うんだけど、一番ね悩みとして人とか人との人が一番難しいじゃないですか。そうでもなんか言えないと思うんだよリサって、絶対になんかマイナス思考になるのね。言ってもなんかうーんでもこれ言うとなみたいなっていう感じになっちゃうんだけど、なんかそうやってそのモーメントとかでなんか悩みとかをね言ってくれたりとか、そうそれ自体がやっぱりその勇気だと思うから、めっちゃマジね嬉しかったなって思うよめっちゃ。うん、こんばんは。ねえ悩み相談むずいよね、なんか言ってもマイナスな考えになっちゃうよ言ってもって。そうね言えない難しい。だから逆にその言えるのってすごいよなって思う、言えないからリサ絶対言えないもんね。そうだよ、ありがとうの気持ち、いやこちらこそ押してるの悲しい本当に。そう言えないよ、だからね言えることもすごいしなって思うよ。うん、最近ねモーメントで感じたこと、ご飯が美味しくてたまらない、それはもう幸せなねことよ、めっちゃそうだよ、それも幸せなんだって思うよ、ご飯を食べて美味しいって思うことも幸せ幸せだってすよ。うん偉いよ生きてて。人間関係で辛い時、一旦距離を置くかなうん無理だったら私の場合は楽しく生きたいね。うんそうだよ、辛いとご飯、うん暑くなってがアイスがしいね、アイス
タッカーリサがいるかね。本当？メイのことかもしれ、うん。そう、そう、そうだよ。うん。距離を置いて見て分かることもあるよ。人はね。なんかその距離を置くことによってその自分も一旦落ち着くじゃん。そのなんか自分もいけなかったかなとか考えるじゃん、その期間。相手も考えると思う、少しはっていう。あ、リサの宿ありがとう。うん、でも距離を置いてもう改めて私はあれ、私はやっぱりそんな悪くないかもってなったら、それはそれでまたね、うん、あれだけど。配信久しぶりじゃない、あ、いや1日ぶりかな。小さき会おうね、絶対マジで。うん、生きがい、嬉しい、生きがい。今日その1日過ぎる、いいね、チールのコース、いい匂い、好き。人間関係難しい、むずいよ、人が難しい、人は難しいです。うん、そうだよ、本当に会う人と一緒にいればいいんだよ、それがいい、本当にそう思うよ。なんかなんか急にこんな話になって、暗いよね、暗いよね、やばいよね、大丈夫、大丈夫かな、会う人いない。え、そうだよ、だって人類はやっぱそのみんながみんな会うわけじゃないから。17枚目のお礼話かもね。あ、嬉しい、待ってるね、ゆんちゃん。うん、生きてて偉いって。え、そうだよ、みずちゃん生きてて偉いよ、本当に。なった好きって。え、そうだ、そうなの。なんかリサもなんか思うよ。今まではというか、なんか例えば無理だって思う人ってなるとするじゃないですか。それでも無理じゃないって思って言い切るのも、まあ別にね、悪くはないと思うんですけど、でもね、そうやって言い切ると自分が無理になるなって思うよ。だからやっぱそういう時は距離を置くね。そう、無駄に、そうだよ。通称まで気合で乗り切る、聞いてよろしくね、通称。うん、ゆりゆちゃん考え方好き、本当？ひかり、あー、そっか、あー、まあそうだよね、確かに距離を、うん、確かに確かにね、そっか、なんか距離を置けたらいいって思ったけど、そういう環境もあるよね。そう、自分を大切に、本当にそう。リサに距離を置かれるのはつらい。でもそういう人ってあり、そうね、なんかそういう考えもあるよね、確かに。もうそういう人かっていう、もうそういう人だからしょうがないなみたいな、それもある。報告したいこと、え、なんだろう、楽しみ、まなみん楽しみ、報告待ってる。いい報告だったらいいけど、うん、自分以外、え、それ最強だよね、それは最強。諦め大事、のんきなのいいよ、めっちゃ、うん、割り切った、すごい。でも私割り切れないんだよね、私無理なタイプ、割り切れにくいタイプ。あのなんかいるんだよね、友達にも、なんかもう
の人はまあそういう人だからなんかって思って接してるみたいな、同級生とかね言うとそうやって言ったりするけど、無理無理、私無理タイプ、割り切る、絶対無理、絶対に割り切れない。配信、あ、はなちゃんありがとう。根に持つタイプというか、なんだろう、なんか無理、無理なものは無理割り切ったと思いつつ夜とかに、いやね、いやそれなるよ、結局そうなるやんね。はなちゃん、え、見てみるね。無理と思ったら無理だよ、一人でアイスジャック、やばっ、え、すごい、一人で、そう無理だよ、無理なものは無理ですから。あると人間関係リセットしたくなってね、それはそうね。今からスイーツ食べ、食べな、うん、食べなね、そうだよ、人生。昨日の夜ね見たよ無理なものは無理って、そう苦手な人と二人、あ、それやだね、その場から去りたい去りたい、みんな優しい、確かに、うん、第一印象、仕事ね、ストレス、ストレスはね良くないっぽい。野菜ジュース飲まないよ話変わりすぎ野菜ジュース飲まない、うん、うん、自分が行きやすいね、そういいところを探す、えらい、ストレスやばい時大抵嬉しいことしてる、はなちゃん、えらい、えらいよ、本当に社会人になってきた話したし、すごい体勢とかつくんや、こんばんは、こんばん、嫌なこと言う人とかいるけど、すごいみんな強い、強いよ、難しいよね、たまに関係、アイス、今アイス何流行ってんの、最近アイス見てないよ、なんか、あ、なんかあのなんか出てたよね、なんだっけ、お餅、お餅、わらび餅みたいなアイス流行ってる、ポストでよく見る、草、草食べるよさくらちゃんに、あー忘れて、偉い、忘れてるの偉い、サティアのヒットカットやつまで食べたい、あ、美味しいらしいよあれ、美味しいらしいよ、真面目なお話も、いや真面目な話するよ、真面目に急になるかな、びっくりしちゃう、みんなみんなびっくりしちゃう、急に急にびっくりしちゃう、急にびっくりだよ、突然びっくりしちゃうからね、ほんとびっくりでしょ、どこから入、どこからスイッチ入っ、あ、あれ、どこからでもスイッチ、うん、本当にそう、どこからでもスイッチ入ってる。最近おすすめのパン、最近おすすめのパン、え、おすすめのパン、私がおすすめのパンは何だろうな、でも私やっぱ塩パンが好きだから塩パンがいいかも。食べ物のポストすぎて食べない、え、みんなめっちゃ食べ物のポストしてくれるよね、嬉しい、さきちゃん偉い、急に真面目な、え、そうだよ、急に真面目になっちゃうからね、トリュフの塩パン、うん、マジあれ、あれやばい、あれがいっちゃおいしい、ガーリックのフランス、
ガーリックパン、でもですね、硬いのあんま苦手、めっちゃ硬いの、マジフルフルぐらいの柔らかいぐらいがよくて、硬すぎるとちょっと顎疲れる顎疲れちゃう。あー、来なかった、あやかちゃんおかえり。わかる、痛い、あ、痛い、ここが。塩パン屋さんね、塩パン行きたい、塩パン屋さん行きたい。あれ絶対なんかいけないね、それな、あの絶対になんか癖になるようなもの入れてる。顎関節症とか浮かぶ、マジ？だから顎疲れるくない？てか最近ね、噛むの疲れるのやばいよねやばくない、やばくない、噛むの疲れる、大丈夫そう、安心。うん、あやかちゃん、いつでも遊び来て、報告して、マック食べておくね、めっちゃマック、マックね、もうみんななんかよく食べてるよねみんなマックよく食べてるよね、食べた気になってる、リサマジでマックとかマジずっと食べてない、え、マジでマックのハンバーガーなんてマジ食べてないから、みんなのやつ見てやばいって、なんか食べた気になってる、なんか写真見て、なんか自分が食べたのかってなるよ。え、ポテ投げも食べてない、月一偉いよ、月一で。偉い。今日サムライマックの、なんかこの間そうメイクさんと話してたら、サムライマックが美味しいって話になって、そう言ってた、サムライマック美味しいって。あれさ、限定かと思ってたんだけども、普通にあれになったんだね、定番、定番っていうのになったんだっけ。昨日マック食べた、マックなんであんな美味しい、マックってなんかなんでなんだろうね、ジャンキーなものって美味しい。ダブルチね、それまだ食べてないよりさ、やばくない、遅れちゃってる遅れちゃってるよ。ポテト S じゃ足りないよりさ、ポテト絶対 L じゃないとダメ、 S は秒。えらい、自炊したの、えら、牛タン食べてるの、いいね、牛タン本当になんかね、あのなんだ、塩加減っていうの、いいよね。エッグチーズかな、季節感キムチ鍋、あー、わかる、たまに食べたいって思って、熱くてもキムチ鍋。 L、 明日のお昼はマックにするの、いいね、マック、マック美味しいよね、塩多めにできるよ。え、そうなの、塩多めにっていうの。あ、ももこ久しぶりな、いっぱい食べたって見たよポスト。お寿司いいね、お寿司大好きだからさ、今の理由もうこれやばい、マジであれからまだ使ってる。マック何が好き、ずっと好きだ、好きって言ってるのは言ってないかも、配信とかで言ってないけど、ずっと好きなのはチキンフィレオが好きなの、リサ言ってないよね初初かもしれない。リサずっと福岡にいる時からチキンフィレオとビッグマックが好きで、チキンフィレオが一番好きだった、ごめん本当初かもチキンフィレオが一番好きで、チキンフィレオとビッグマックをいつも食べてた、セットで。なんか照り焼きよりもね、チキンフィレオが好きなの。あの何とも言えない、なんていうの、あのチキンとマヨネーズっていうのかな、あれがすごい好きで、好き、美味しい、めっちゃセットいつも。あ、その日に2個は食べないけど、だいたいセットでいつも食べてた。
チキンフィレオ。そうそう、中高生ぐらいの時にめっちゃチキンフィレオ好きで、チキンフィレオとあの本当にビッグマックをその交互並みに食べてた。ヤバいマック食べたい、急に来るよね。あと飲み物絶対に炭酸だった。こんばんは、たい焼きありがとう。久々に来てありがとう。確かに久々。うん、アップルパイ美味しい。お腹空いてくる。最近甘辛のチーズ照り焼き。美味しそう。うま辛。のりかハートありがとう。朝マックのハッシュポテト。わかる、あれ朝はしかないよね。白ぶどう飲みがち、わかる。白ぶどう好き。白ぶどうとか炭酸が本当に好き。そう、一時白ぶどうが飲みたいがために白ぶどうだけ飲んでた時ある。なんか今は売ってるじゃん。でもね、ないんだよね。なかったの当時。売ってなかったよね、ペットボトルで。今からうまくいくの？毎年食べるよね。月見バーガー。月見バーガー、いや言うて、あ、カフェボじゃん。久々、生きてる、元気嬉しい、 TikTok 見てくれてるの。元気にしてる。朝マックのハッシュポテト、あれあれさ、嫌いな人おらんくない？みんな好きやんね。体ないんだ。こんばんは、元気でした。あ、ほんと？よかった、元気でいて。あれのために朝行くね。ね、朝しかもそれで食べるとなんかさ、得した気持ちになんない？マジ優雅、マジ優雅。明日福岡から帰ります。いいね。こないだマフィン食べたら、美味しい。久々に食べるとね、おかしくなるよね。会える？またカフェをねえ。いやー、リサのはしご酒、はしご酒帰省ね、いいよね。マフィンとグレーズの違い、なんだっけ、甘いか甘くないか。パンがカフェを少し黒くて、焼けたの？日焼け？日焼けかな？朝マック食べると優雅な気分ね、なる。やっほー、両ハートありがとう。毎日ね、めっちゃ暑いもんね最近もさ。朝余裕ある人しかまさまくね、それな、絶対そう。KFC の、美味しそう。うん、 KFC も食べてないな、ずっと。月曜日ツーショット会だよ。時計、やばそう。ねえねえ、時計とかしてたらさ、後つくよね日焼けの。自炊よくしないよ、日焼けまずいから急いで。ウケる、塗ってんのちゃんと。木村くんありがとう。 I love you。 ほうじ、飲んでないんだよねまだ、ほうじ茶のやつ飲んでない。あれ美味しいんだよね。時計してないかも。通称の日、誕生日の2日前のお祝い、祝うよ。タロテンバースデーしよう絶対にそう、リサって焼けるよ、リサ。てかリサなんか足が焼ける、黒い黒い黒いよ最近。リサって SS いっぱい、嬉しい、ありがとう、作ってくれて。白くない、なんかリサね、黄色なんだよねなんか黄色いのめっちゃなんかイエベみたいな
イエーイみたいな。顔は強くできるじゃん。ただ足とかってむずいんだよね。それ塗ればいいんだけどさ、塗れ、なんか塗るの苦手だからめっちゃ黄色くなる。黄色くない？リサって黄色だと思うリサって黄色、そう黄色いんですよ。めっちゃ見えない。配信だと光でなんかこう、でも結構黄色いと思うよりさ。ほらどう、黄色くない？白くない気がする。そんな塗るの苦手。なんか足とかねむずい。足ってむずくない？広範囲すぎて日焼けもやばいよね。足って腕より焼ける。え、わかるよ。めっちゃ足焼ける感強いよね。なんでなんかな。めっちゃ足やば、焼ける。めっちゃ焼けます。しかもなんかの短いの入っちゃったりするともうダメ。紫色の日焼け止め出す。え、私なんだっけ、ニベアのやつ使ってる。ずっと UV なんかトーンアップする紫のやつ。日焼けで日傘で乾く。うん、確かに足とかね、わかる。でもだから日焼け止めはもう足を重点的に塗る。足と腕も塗るけど足メインで、メインで塗ります。通所会、あ、よろしくね。イエイ。そうだよ、足多め、紫のやつだよ。髪の毛焼けて、あー偉い。そっか、髪も焼けるんだよね。なんか見え、分かりにくいけどね。いや分かる、足出さない方が一番本当は焼けないよね。分かる。でもなんか暑いから出しちゃうよね。ヤッホーツインスタの折り返し、あ、カーナだな、嬉しい、ありがとう。初対面通称、あ、沼よろしくね。初対面よろしく。目からも紫外線入るって、あ、言うよね。えだけのサングラスとか、え、サングラス、確かに目守られるかもやけど、なんかちょっとね、ちょっとねじゃない。うん、コメント、え、いいよ、長くても読んでるよちゃんと。デカサングラスこうやって、通食会緊張、久々だもんね会うの。なんかでも優しい。サングラス似合わないよりさ、似合わないよ。1ヶ月ぶりの夜、やった、イエイ。対面久々だよ、本当に久々。緊張？てかサングラス持ってないよりさ、っていうか、うん、でもね違うんだよ、絶対にねつけないと思うんだよね。だってりさ、おしゃれメガネとか可愛いと思って買ったけどだよ、それさえもだから絶対つけないよね絶対つけないよ。通所と前に美容室、美容室いいよね。仕事の時いつもサングラス、すごい、お目目を守るために。りょうた元気？普段かけないよ。うん、あー確かにアメリカね。ぶち抜きメガネくんなんか名前おもろい。わかん、あ、あるかも、あるかもしれない。ぶち抜きさん漏れる？サングラスマジ。ツーショット会えるの楽しみにしてるよ。今日4時半ね、寝れないかも。
ぶち抜きどこだろう。あるある、あるよこれ。おもろくない？あるよ近くに。あるある、これおもろいよね、ぶち抜きの。なんか久々に見たこの姿、久々と思わない？なんかここじゃない、絶対こうだよ。なんかさ、なんかこういうなんかあれありそう、なんかなんだろう、なんかいるよねこういう、こういう感じの雰囲気かわいい。でもなんかどうなんだろう、リサマジでこうみあのこの時ぐらいしかかけてないいつも使わないんで。そう大きく見える、マジってかね、斜めってるのこれ。ああ、大学生にいそうですか、学校にいる隠れてる美人感ある。あ、こうしたらいいのか、ちょっとこっちが下がってるからこんぐらいでちょうど。あ、うん、うん、ここだから見ないで、これがちょうど真ん中じゃない。いいですか、人見知りでオンラインと対面わかる、キイチ仲良くよろしくあ、ヨシキありがとね、ヨシキ久々フルーツたち何たわ、ヨシキありがとう。あなたって取れたの、あ、ないんだよねそれが、ないのよ。待って、あるかも待って、あるかも。いや、ないわ、ない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 、どっか行った、捨ててないけどないんだよね、どっか行ったやばい、なくした、すぐなくすやん。ないかも。ちょっと待って、今スイカバーとメロンバー食べて、かわいい待つね、じゃあ。ないかも、なんかこれ、これかわいいけど、これこれかわいいけど見て、なんぶち抜いてないから反射するんですよ。通信の写真行くの？いいね、じゃあ写真送ってリサにだけ。あ、なんてマジないっていうか、え、なんかさ待って、リサお気に入りのやつどこ行ったんだろう。うん、ぶち抜けないの、めっちゃぶち抜けない、難しいぶち抜くの。あ、でもね、対面の時にねぶち抜いてきたって方がいてめっちゃ綺麗にぶち抜いてて、え、ずるいって言っちゃった、リサさんもぶち抜いてって言ったすごいよ、めっちゃ綺麗だったの、ぶち抜きがなんとも言えない綺麗さ、マジで綺麗だった、曲がってないしさ、とすごかった。一緒にだけ送ってね、細いた、ねえ何これ、細い、確かに、え、確かに、え、待って、考えたことなかった、細いかも、おもろ、ぶち抜いてほしい、え、マジで手でぶち抜くよ、え、もう手しかないもん、手しかないよ、ぶち抜くなんてさ、器具なんて使ったらもうね壊れちゃう。なんだっけ、メガネのパーツ持っといたね、死ぬんだが、初めて書いた、メガネのパーツ細いたわ、死ぬ。でも確かに細いかも、え、なんかあんまり考えてなかったね、ぶち抜きに変身すぎて
細いかも、めっちゃ。うん、おしゃれの丸よね。で細いか、でもちょっとこれ細すぎない？なんか言われてみればよ。細いね。細い。似たようなの、あ、さっきのやつが似てるんだけど、あれなんだよね、ぶち抜いてないからね、反射するんだよね。はい、よしき、よしき、メガネのパーツ細いと死ぬやめてね。そう、なんかおもろいよね、なんていうの、見るとこが細いよね、本当に細い。いや細いわ、細い、めっちゃ、うん、細かった、ありがとう、よしき、細いたわ。ありがとうね、癖強いよ、めっちゃ、ありがとうおもろい、チーカーとくる、え、待って、エリサも見たよそれね、思った、めっちゃ可愛い、おもろい、本当にありがとうね、よしき、見てくれて。食べたの、スイカバーたち言われて気づいた、本当に言われて気づいた、めっちゃ細い、本当に細い。メガネしたことないけど通信用にフレームだけ、え、いいんじゃん、ありよね。え、マジこれ可愛いけど、あの反射しちゃうんだよね。でもこれめっちゃ可愛いんだよ。え、反射しちゃうよね。行ってみる？よしきさん、ぶち抜き、ぶち抜いてますか？よしきぶち抜いてる？絶対ぶち抜いてないよね。これ可愛いんだよね、本当は。あって打った、今までありがとうってね。アンパンマン、え、なんでアンパンマン？アンパンマン可愛い。ほら見て、可愛いけど反射しちゃうの。え、やっぱ反射しちゃうよね。どうしたら反射しないんだろう。いや無理か。え、なんで反射するの、教えて。嫌なんだけど。反射すごいよね。あ、え、あ、めっちゃいいんだって。よしきはめっちゃ目が良かった。え、打ち抜き必要なかった打ち抜く必要なかったわ。すごいね。にってどんなんだっけ、忘れちゃったな。うん、反射する。うん、無理っぽいよ、ほら。あ、ここぐらいだったらいいけど、反射しちゃう。目ぶち抜くしかないねえ、ぶち抜き用で買ったんよ、りさ、さっきのやつ。もうはこれ可愛いのに反射しちゃうの、やだ。なんで反射しちゃうの？なんかぶち抜き、そう、ぶち抜くつもりで買ったの。だからぶち抜き用よ。なんでもかんでもはぶち抜いてないよ、マジで。マジで。てか、いや、リサ、まだあったんだよ、お気に入りのやつ。どこ行ったん、マジ。
マジどこ行ったん？どっか行ったんだけど。待って、あっちか。いや違うか。サングラス持ってないよ。サングラスぶち抜いて。サングラス、待って、サングラスぶち抜くってどういうこと？ない。ん、待って、いや、うん、違うわ。え、どこ行ったんだろう、マジで。どっか行ったん。いや、なんか上らへん置いたっけみたいな。いや、って思いながら目の前にあったりする時あるんだよね。ない。床だと踏むから上で。そうだよね。物大切にしようね、やばい。え、うーん、いや大切にしてるんだけど。ん？どこ？マジでわかんない、どっか行った。あ、ヨシキ？また食えたの、ヨシキ。何？何いたわ。ねえ、ない、ぶち抜きたわ。ねえ、死ぬ。ねえ、なんで。じゃあヨシキもぶち抜いてよ、一回ぶち抜いてみてよ。なんかねえ、ぶち抜きたわ、やばいって。まあぶち抜いてるけどね、間違いない。でも絶対、まあ当たり前だけど、大切なものはぶち抜かない方がいいからね。ぶち抜くようで、だったら。え、サングラスはやっぱぶち抜くものじゃない。うん、絶対にね。っていうか違うの、ショールームするときに、ね、こうやって可愛いなって思ったんだけど、そのためにはぶち抜いてないと反射しちゃうなってなって、なんだよね、理由は。他はない、理由は。マジないよ。だから普通だったら確かに使わんよな、ぶち抜いてね。ぶち抜いてるメンバー、あ、アンナぶち抜いてたね。めっちゃうまかったよ。でもぶち抜いてる、うん、うまかった。自分でやったって言ってた。ショールームでさ、できるじゃん。なんか反射しなければいいんだよね、本当はね。え、なんで、どうして。うーん、なんかあざできてるし、膝やだやだ。ぶち抜き、え、なんか、え、うん、なんかもうこうよ、こうしかない。うん、押すだけ。よしき、はい、よしき、ぶち抜きたわ。てか本当にあざ、なんでここにあざがある、マジなんで。ねえ、ぶち抜きたわ、やばい。ありがとう、よしき、ぶち抜きたわ。ねえ、アンパンマンやばいよ。ねえ、アンパンマン、ねえ、ありがとうね、よしき、ぶち抜きたわ。ねえ、朝大丈夫。うん、多分すぐ治る。え、急に急に急に突然のあざ。焦ると間違う、アンパンマンになってた。ありがとう、ぶち抜き、ぶち抜きやってね、おすすめ。
あ、てつありがとね、撮ってくれて。超遅くなってごめんね、マジ。ツアーのも早く載せたい。私そう、あざ治るの早いよ。サングラスぶち抜く。え、じゃ一回マジどうでもいいやつじゃないとダメだよ。当たり前だけどね。ありがとう、いつも綺麗に撮ってくれて。最近ね、カメコさんのがないからさ、クロスライブ以来。うん、そう、大切なのはぶち抜かないで。寝てる間にあざできてるとかある。ぶつけたんだろうね、斬新。え、マジで待ってて、本当に保存してるの。マジで選ぶのがもう遅すぎて。ね、ぶち抜いてるよ。これを見て、ぶち抜き。え、でも待って、本当にお気に入り、お気に入りのやつが見つかんないんだよね。あ、でもそれも見え、あのぶち抜いてないから見えちゃう。気の多いのからあったね。本当？嬉しい。え、ピンクの帽子。え、ありがとう、ともかちゃん。ぶち抜けない。え、ね、いやそうだよね。ぶち抜くものないよね、普通に。ミミちゃん。ね、どこ行ったマジで。なんかめっちゃいっぱいあって、たくさん。ただ、反射するの全部何でも何でも何でも、あんま使わないと物が、そう、そうなの。え、てか普通に次カメコできない。え、ワンちゃん、やばいね、めっちゃ開くやん。ね、反射しちゃうのが嫌だかも。第3ボタン、え、嬉しい、私。やば、めっちゃ開く。甘い。パンがここに。触覚の長さ好き。え、そう、ちょっと切ったの。あんま分かりにくいけどね。なんかずっと付き合って。え、マジでなーい。サイレンみたいになっちゃった。ないの、どこに行ったの。S 字が緩いね、緩め。え、ないよ、おりさん。思い当たらない、思いつかない、マジ思いつかない。思い当たらなすぎてわからない。最近 S、 そう、 S、 どこだろう、意外なとこに。思い出せない。今日は2時ぐらいで、あのね、無理かも。捨ててないよ、カバンの中に入れたら壊れてそう。いや、それはないよ、多分出してると思う、さすがに。イヤホン？イヤホンあるよ。意外と今日は疲れ。ゆっくり休んで。マジで。よし、ゆっくり休みな。絶対にゆっくり休んで。よね、固定されてる、めっちゃ。え、最近使ったのめっちゃ前。もうちょっと痩せるかね。小さく決まってて。
明日ディズニーなのに地味にし、明日雨なんでしょ、みんな気をつけようね、怖いリサも。今週オンライン展開楽しみ、そうだよ今週か。あ、ハムよ、今もう降ってる、え、やだ最悪だ。嫌かも、雨嫌なの当たり前だけど、明日雨だから嫌で。あ、いいね、さくらちゃん土曜日初、楽しみ、よろしく。梅雨ね、来るよね、もう間もなく。今日も可愛くてお疲れ。あ、ラジオ聞いてくれてありがとう、ミキと。雨や、すぐわかる？当てれるかな。髪飾り？ピンとか使いがち。よく、ここでこう止めるやつ。めっちゃ使う、リボンとか。家で焼肉、いいね、明日雨だから仕事休み。え、そんなにやばいの？マジで？え、怖いんだけど。嫌かも、めっちゃ嫌、めっちゃ嫌。うん。うん。ピン。ありがとう。お揃いがいい。明日お医者さん。嫌だかも。嫌だかも。大雨らしい。ズッキーありがとう、パフェ、ズッキーありがとうね、ズッキー、みゆりんありがとう。明日涼しい。あ、なんか20何度とかでしょうね、マジでさ、やめてほしい、急に涼しくなったりするの。ズッキー何タワー、ありがとう。土曜日の通知可愛くと、うん、撮ろう、絶対絶対可愛く撮ろう。絶対に可愛く撮ろうね、私も可愛く撮りたいね、今日のサネカ。やだー、あ、ささやき？いいよ。あ、待って、そう、イヤホン見つかったんだけど、ここじゃなくて、ここじゃないから、この間みたいにしても大丈夫？うん、ぶち抜きささやきじゃない、いや、あるんだけどね、ここになくて、今ここにないんだよ。なかなか確かに起きてる。起きてる、ヤッホー。最近のアンリサエピを支えたし、最近の、待って、最近の、あ、分かった、はい、いきます。じゃあ近やらないとね、ではいきます、いくよ、すごいでかいね急に。いくよ、いけてますか、いけてる、いいですか。聞こえてる、はい、いきます。次、このパフェのタワーさん、ありがとう。あとは好きな
はい、でした。おもろいですか？できてた？うん、ありがとうね、ズッキー、アンリサの。いや、マジでね、行きたい、もうご飯屋さんとか行ってみたいねとか。背中を触った、何？そう、背中を触った。なんかちょうど、衣装とかを、そう、ちょうどリサの前にアグちゃんがいたから、後ろとかね、こう取ってあげるって言って取ってって、そのノリで一緒に触ったっていう。やめてって言われました。そんな感じ、エピソード。そのノリで、うん、いじられてる。一人では行かないね、ご飯。平和だよ、会話かわいい。そんなエピソードありますね。うん、ちょくちょくエピソード話すね。あんこちゃんいたらとりあえずある。なんか、なんだろう、触るっていうか、なんか普通に、なんだろうね、なんて言うんだろう、触る意識ではない、別に。あ、そう、スキンシップ的な、あ、それだよ、それ、スキンシップみたいな感じですよ。サーメルポンさん、あれ、確かに、あれ、なんか来て帰って去っていった。え、どうした、いなくなっちゃった、いなくなりました。こんばんは。そう、そういう感じなんですよ。リサはされてない。本当？押せる？メガネ、そう、大きい。しゅうちゃんくれたの？ありがとう、父さん。しゅうちゃん、ありがとうね。何いたわ、しゅうちゃん。やる側だ。あんまり、そう、さお、逆はないかも。今日ハートありがとう。リモンのクマタワーさん、ありがとう。書いてほしいことある？しゅうちゃん。そう、報告？え、嘘、助かる？本当に？わかる？助かるって当てる。カシオカハートありがとう。何でしょ、すけ、嬉しい。本当？何でも嬉しい。本当に？
座らせてほしい。え、やばいって、やばいよ。あんこちゃんいない。うんするするよ。します。ほら上がってきた。あ、おかえり。メガネ、そうだよ。あ、嘘、ピアス？うん？ピアスね、かわいいよね。さっきがか、あ、食べるの？まあいいんじゃん？ね。石原さん、それとメンバーの、え、それちょっと気になるね。やってほしい。石原、え、それやってほしいね。メガネ姿ほんの、え、嬉しい。インナー、え、どこ？どこ？え、開いてなかったっけ？なんとか夜中のように注射ですか？無理です。注射は苦手なんですよ。やっぱ針が怖い。注射前にしたい。えらいよ。最近開けたの？マジか。じゃあ開いてなかった。え、どこ？全然わかんない。どこでしょうか。耳と、え、だよね。ここはね、ここってこと？ここ？そう、ここやばい。絶対山にいたいって。だってもろじゃんここなんて。無理。ここがいい。ここでもここも痛いっていうね。こうかけるの痛いとか、寝るとき痛いとか、潰れるから。おともれしない。おともれやばい。嘘、そんな怖いよ。怖い。片耳ね、弾けるのはいける場合もあるけどね。リサ、注射が無理な。絶対無理。注射ほんとね、なんか苦手。マジ注射だけはおかしくなって。無理、ほんとに痛い。はい、ありがとう、しゅうちゃん。ね、ここかわいいよね。でもなんかりさね、薄いんだよね、ここ。薄いから痛いのかな。いや、薄いと痛くないのか、ちょっとわからない。ピアスね、ここ、ここはね、あ、いい、ここがいい。ありがとう、しゅうちゃん。いつもありがとうね。早く会おうね。会えるっけ。メガネ好きって言ってくれてありがとう。ん？軟骨会いたい？こう？痛いのダメだね。うん。痛いの苦手だけど、ピアス開けたいモチベ？うん、わかる。開けたら開ける。軟骨痛くない？開ける瞬間。マジで開ける瞬間痛くないの？ツーショットで会えるだって、楽しみ。ありがとう。うん、ありがとうね。ツーショで会おう。うん、ピアス、なんかピアス、耳たぶはね、イヤリングでいいからね。正直マジ開けたら報告するよ。
ね、寝るとき痛いでしょやっぱり。じゃんニードルって痛そう。3ヶ月長い。最近生写真めっちゃ買ってる。嬉しい。ミュリンありがとうね。なんとかの人痛くなかった。え、何星になってる。何ライブの時晩落ちるかも。刺さないで空気でやる注射。新しいの開けた後じわじわ。やだー、ジンジン来る。ジンジン耐えれない。ノーヘイちゃんヤッホー。メガネ似合ってる。イエイ。夜寝れなそう。いやそうだよね、痛そう。後から来る。なんかさ、ジンジン来るのやだ。でも来るよね。なんか最初1週間じゃない。マジ？え？どうやって開けんの？怖い。気合い？いまだに何日かピアスつけてない。やっぱそうなんだ。個人差あるよね。痛そう。無意なんだ。通所会もうちょっとだよ。会おうね。マリモさんいけら。開けるなら片耳だけでいい。ここだけでいい。ここはね、いらない。ここなんかここはね、イヤリングでいいかな。今日目が、そう、なんかね、なんかつけてる。ずっとここがいいんだよ。なんか痛いじゃん。まあここ痛くないかもやけど、なんかまあ痛いじゃん。絶対痛くないって言っても痛いやん。だけど痛いのはちょっと我慢できないかな。一回で痛いの。左がいい。こっちじゃなくてこっち、 ここがいいです。どういうの、なんかチャームみたいなタラタラするやつがいい。勢いだよね。左がいいな。なんか左の方もよく向くから、そっちで横向いて寝れない。そっか、そっか。ねえ、怖い。2連。かわいい。ねえ、リボンとか絶対かわいい。リボンとかつけたら絶対かわいいよ。怖い怖いよ。でも開けたいよ。開けたい欲はある。ちなみに言うと10月の通所会というのか。梅干さん、開けたいと100中どんのぐらい。でも怖いけど、どれくらいかな。でも結構高い、マジで。95ぐらい。高くない？だいぶ開けたがってるでもなんか頭痛くなりそう。なんか痛くて、なんか痛くて頭痛くなりそう。高いよね。だって可愛いなって思うもん。可愛いもん、ここ高いよ。そうそう、あとは痛そう。そうなんだよ。
でもそこはね、なんかね、病院とかの方がいいらしい。やっぱ自分ではね、ちょっと機敏みたいな。マジ可愛い。イコラフおもろかった。嬉しい、ありがとう。聞いてくれて嬉しい。ね、絶対キラキラしたい。ここだったらもう可愛いやつつけまくり。うん、え、マジで薄いんだよね、森さんの。めっちゃ薄いんだよ。見える？マジ薄くない？リサ薄い。明日石川さんちゃんとゲットしたね。ありがとうみきょん、嬉しい。そうだよ、耳めっちゃ薄いのりさん。結構薄いからなんかウケる、なんかウケる。うん、耳薄いとイヤーカフ落ちる。落ちる方かも。怖い。あ、ミジンコありがとう、嬉しい。ありがとうね。引っかかりづらそう。うん、ね、このね、かわいい。え、でも私怖い、なんかストレートおろしとかおろし系したら怖いかも。引っかかりそう、髪の毛が。それちょっときびいかも。なんか結んでたら大丈夫だけどさ、襲ってたりとかしてさ、下ろしててさ、引っかかったら痛そうだね。今ちょっと想像した、想像したらなんか一生髪下ろさないかもつけてたら引っかかりね。あー、それやだ、痛い、痛いよ。いやだ、耳ちげれた、無理。いや、もうやだ、もういや、もういやでした。うん、確かに、おろし好きには今痛いね。ちょっと今考えたね、今ちょっと考えました、想像しちゃった。痛いですこれは。うん、耳たぶに思い、あ、いや、痛い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 、ここやばいよ、痛い。確かに重いの下げたらやばそう。うーん、ね、わかる。でも可愛いよね。なんか可愛い、なんか可愛いよね。なんか可愛い。安全第一だね、やっぱ。うん、まあね、可愛いよね、ピアスってさ。一旦ね、うん、勢いがあるね、やっぱ。それはもう勢いがある時に行った方がいいね、やっぱ。うん、あー、引っかからないようにね。激しめダンスが なかったらいいけどね、やっぱあるもんね。うん、うん、こんばんは。みきゃん、星ありがとう。星ねえ、怖い。痛いの受けるとき、時は、まあ、そうよね、人によるよね、やっぱ。
まなちまちゃん初見さんが初めて来ましたって、ありがとう、はじめまして。開けても気づかれるまで今だそう。でも気づきそうだね。こういう髪型したら一発じゃない、つけてたら。おろしてたら隠れないけど、隠れるけどね。それはある。星ありがとう。軟骨わかる。ざわつく、開けちゃったよーとか言って、突然突然開けちゃったよーって。うん、顔がずっといたね。いやー、うん、かわいい、かわいいなって思うよ、めっちゃ。いいだろうね、定着しすぎじゃない？リサなら想像できる？マジ？リンカちゃんこんばんは、こんばんは、うん、そうだよ、ラジオありがとう、聞いてくれて。トシピこんばんは。ね、安定してる。最近アンクリさん、いや着てないかも最近は。ここがめっちゃ安定してるよ。すごい。うん、結んでるから着てる。タカたい焼きチーハート、ありがとう。耳に、そう、耳じゃない、こっち、あ、え、こっちもでも耳よりも上かも。でもこっちのお腹斜めってるからね。うん、そう、おふしめちゃ、え、嬉しい、チーパンありがとう。イさんのあやハートありがとう。そう、耳かかってないの。メガネ好きですか？本当？嬉しい。なんかさ、そう、他のねやつもあったらいいんだけどね。なんか久々にね、もショールームでやった。リサのアリカハートありがとう。マナッチママハートありがとう。嬉しい、リーちゃん。メガネに合うの羨ましい、本当？ん、好き、ツインテールの中大好き、本当？可愛いよね、リサも好きだよ、めっちゃ。イエイイエイイエイ。開けないよまだ。ドラマ前、え、前髪新鮮だよね。アイドル前髪がないの、パッツンがないよねー。前髪あんなの新鮮だった。リサもいぶきハートありがとう。うん、ハロー、ハートありがとう。ん、ほんと、おしおちゃん嬉しい、誕生日近いからやったの気持ち。おでこ全開ね。でもあったら、あったらそれはやるかも。でもめっちゃ幼くなるんだよね、前髪ないの、長いと、流すと。ほんと、ティング、マジ嬉しい、楽しみにしてて。この前髪です、本当？あー嬉しい、あや誕生日お祝い、嬉しい、ありがとう、リンカちゃん、またありがとう。
え、嬉しい、本当に。8月どうもかもありがとう。なんかね、すごい、そう、嬉しい。みんなもスケジュール大変なのに会えるの楽しみ、お話できるのありがとう。タロテンミミハートありがとうね、いっぱい、うん、毎回な乗ってるよね、みんな覚えた説ある。うん、あありょうありがとう。今、え、めっちゃ前、うん、流したことある、オンライン話かいね。お祝いしよう、絶対しようね、ゆみちゃん、絶対にしよう、絶対にね。今年も行くの以上楽しみだよ。あ、2人で嬉しい、よろしくね。この以上、今年は9月ですからね、夏が多かったんですけど9月なんです、今回は。い、ケーキ見せてほしい、見たい、いっぱい予定が埋まるよ、夏が近づいてくる。通所の日蒸し暑い、マジで、いやー蒸し暑いの、涼しいね、9月は夜寒そう、風邪ひきそう、みんな気をつけて。最近は暑すぎて夏だね。うん、ファンだった、ありがとう。この字大好き、マジ、この字頑張んなきゃ、覚えるのがまたいっぱいかも。みんなどのグループもさ、曲が増えてるじゃないですか、だからさ、一緒にやろうってなったら覚えるよね、また覚えれるかな。タロさん無理しないんだよね、ドライとかでもいいんじゃない、タルトがいい、魔法使い、え、かわいい、泣いたの、蒸し暑すぎて、え、わかる、やる気やね、コラボ、ねえ、わかんない、でもなんかあるかな、なんだろうね、ジョイちゃんも多いからな、なんだろうな。え、最近さ、ジョイちゃんのあの歌流行ってませんか、あのさ、夢見るアイドルのさ曲でなんか画像作ってくれたりしてるファンの方見る、 TikTok 配信見ながら、えらい、なんかね流れてくるよ、ありさなんかありさめっちゃ見る、大空ビュー、え、いいよね、いい歌、え、嘘、なんで嘘、え、嘘、いや嘘、そうそうそう、あるよ、え、可愛い、あの歌大好き、めっちゃ可愛くない、ああいうの好き、王道可愛いみたいな、なんだっけな、あそこが、あの私だけだって待って待って、それ待って、なんか間違えた、別の曲と混ざった、なんだっけ、求めてるでしょみたいな、オフショルニットと間違えちゃった、なんだっけ、待って思い出せない、だって頭はなんか私を求めてるでしょみたいな、ねえ合ってるよね歌詞はそうなんだよ、私だけ、あ、なんだっけ、覚えれません、聞いてるのに、みんなコメ、あ、そういうことみんなも分かってない、え、なんだっけ、マジね、あの最後しかちょっと、あ、ほら、音程がわかんない、私だけで証明してだ、恋のハンコ押してよ、た
ってなんかそう好きだもんみたいな、それね、なんだっけ、夢見るアイドルまでのところでよくそう動画を見てるよ。あのリサも見つけた、あのカムコさんが撮ってくださった写真がこうあのスライド、スライん、なんて言うんだろう、スライなんかスライドショーじゃないけどでそうやってくれてるの見える。だって私好きだ、そうそうね、だよね、あなんか2倍速ぐらいで流れてくる、見てるよ。ガル見てるよね、かわいいね、わかんの塚田さんだよね。私やっぱああいうの好きかも、かわいいやつ、かわいいもん歌めっちゃいい。あディスコでてれれれれれれみたいなんだよねだっけ、などうしてちょっと待ってそこなんだっけ、え、さ、ちょっと待って、サビがでれれれれんちゃれれんちゃんちゃちゃらちゃんみたいな、歌詞がわかんないんだよね悲しい、なんかなんだっけ、てて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 てみたいな、前向くんだな、暗い顔してないで前を向くんだな、だけかわいいよね。前を向くのら先生でね、台湾でそうだよね、みんな台湾で聞いてる。あ、どうしてもっていうならヒロインになってあげてもいいけど、かわいい、かわいいよね。みんなライブ行ってたよ、ファンの方どうだった、楽しかったね、セリフかわいい、チェックしてる、みんな言ってる。え、なんかどうなん、え、私わかんない、ジョイちゃんのファンの方って男性が多いのかな、全然わからない。そうはそうね、そうなの、多いのマジで、そうなんや。なんか動画流れてきたかも、え、めっちゃさ声めっちゃ大きかった、男性の方やっぱ、だって声を出すってめっちゃ男性の方がやっぱメインじゃないですか基本、なんかそういう傾向が多い、男性多い、あ、マジ？違うか、あー確かに、しかもなんだろうな、男性の方がわかんないけど、なんかかっこいい感じが多いじゃんか、だからそういうのもありそう。叫んでた、え、マジ、うん、グループによってさめっちゃさやっぱり違うよね、なんかあのファン層というか、すごいみんな違うんだなって思って。でも暑そうだったよね、みんなもだけど、え、なんかあの日めっちゃ暑くなかった、確か気温結構、結構確か、多分、うん、え、見
てる、ね、恥ずかしい見てるの恥ずかしいよ。チェリーちゃんも見てるの恥ずかしい。暑いよね。ティーモス今度か楽しみ。あ、みきゃんよろしく。暑くて、え、やばそうだよ。だってしかもそのなんていうの、外じゃん。めっちゃなんか懐かしく感じたもん。めっちゃなんかさ、リサたちもさ、めっちゃ前さやってたよね。善悪時代覚えてる？善悪の時に夏行くない？めっちゃ懐かしく感じたもん。なんかいや絶対待って、そうだよ、知らない時代の方ばっかり説出てきてるねワンちゃんね、懐かしい。みんなとさ握手できた、なんか3人一組で握手できたりとかさしたりさ、なんか最後さなんかまとめとかさあったよね。例えば、うわ懐かしい、知らない方多め。3人一組無理？3 10人だから334。懐かしい、あったんですよそういう時代が。ちなみに、ちなみにね、でも絶対その時にいらっしゃった方いないんだよね、あんまいらっしゃらなくなっちゃったかも。そうだよ、今思えば神イベだったよね、バカ神イベ。衣装だよ、もちもち衣装、シングルの衣装。その少ないよ数、もしの最終人だ。うん、ガチ神イベ、神イベでした。いるよ、なかなかもうね、どこか行ってらっしゃって、ミニアイマークしまった。うん、あったよ、前の仕事先の経済。マジ？そうなの？おさんだったの？結構いる？いや、なんかたまにさ、なんか昔のポストとかをさ、ファンの方が今いいねとか、まだいいねが見れた時、いいねとかなんかしてくださったりとかしてて、それってさ、その通知来るじゃないですか、自分にも。でこう見るやん、昔のあのポストをさ、りさも。それでさ、コメント見えるやん、でさ、コメント見るやん、待ってみたいなコメント見たらね、なんかフラッシュバック、当時フラッシュバックして、え、わかる、なんか、え、待って、わ、懐かしすぎる、え、待って、この人も、え、待って、懐かい、どっか行ったんだろうなとか思いながら見てる。コメント、わ、この時はいっぱいリサにコメントしてくれてたのに、ってなる。どっかそう、大分行った、昔、また行きたい。そう、おもろいよね、どっか行ったんだろうなって思うよ、私は覚えてるのになって思えて、覚えてるし、名前を見たらすぐ顔がもうパッと思い出すくらい覚えてるんだけど、そういえば、あ、ジュリチありがとう、そういえばみたいな、切ないよね。
まあね、そう、新たな出会いはまあ確かにある、間違いない、ある。だって今さ、こうやって見てくださった方もいるし、対面で、あ、でもなんか対面で現れる方も いたよ。でもそれ以来は会ってない。ねえ、懐かしい、覚えてるよ、マジ覚えてるからね、ほんとにガチ。なんか懐かしいなって思いながら見てる、見た。メガネかわいいね。そう、え、そう、対面にしかね現れない。でも私あのちょっとここであんま言うとやめとこ、あんま言わないでこうかな。え、マジで結構私あの本当に覚えてて、SNS とかであのなんていうの、見かけたりするよ、そのファンの方。酔わない、弱すんぎ、初期のファンって記憶にない。覚えてるマジで、名前だけでもパッて。え、たまたま、マジでたまたま、なんかリサアイドルさんの結構曲とか、あの地下アイドルさんの曲とかも聞くから見えるんだよ。それであの見つけることある。ねえ待ってみたいになった、エッドさんみたいななりましたよ。もうね絶対に私のとこへは来ないと思うんですけど楽しそうで何より。え、元気そうだったよ。てか元気そうしかなくない、元気そうしかなくない。うん、新しい推しをね見つけたみたいで幸せそうで。アカウントそのまま、え、わかんない、え、本当にたまたまだから、そのアイドル、わかんない、あ、でもファンのことなの、いや、アカウント違う気がする、別のアカウント作って違うアイドル。え、バレるよマジで。え、だって私もびっくりだもん、なんでってぐらいに分かった、出てきたから。なんかそのあの何、別に見ようと思ったとかじゃなくて、なんか流れてきたから流れてきたから、え、そう、びっくり。うん、顔は出してる、うん、顔出してる。え、あるあるだよね、やっぱ AI が認知してるから多分。ちょっと衝撃だった、衝撃走ったマジで。なんかもう本当に夜かなりさ、たまたま夜見てたらそ、なんか出てきて、なんか待ってみたいな、なった。結構しかもなんかめっちゃいろんな、ま、イベントとかじゃないけどサイン会とかも来てくださってたりとかして、もう覚えてるんだけど、やばいよね。あ、ノータン来てくれた、嬉しい、2つだよ、やばない、感動の再会じゃないだろ。え、だってリサが勝手に見ただけだよ。え、わかる、そう、さでも見てももう何も思わないよ別に。なんかあ、みたいな、なんかそうなんだなんか違う好きな子を見つけてよかったねって感じ、幸せになってねって感じあ私はこんなに覚えてるのに、こんなにね推しに認知されてるのに、はあ、私だったら絶対に無理、そんなことできない、絶対に推しの眼中にいるんだからそんなことできないのに大だよなよ、さん、ノアタン死ぬ、何やばくない、てかなんか思い出した、そのなんか流れてきてフラッシュバック、マジでマジフラッシュバック
生きてて。エッドサスギンか。いやもう多分ねリサのねとこには来ないと思う。多分もうリサのことは多分もうねいないよ多分。あのなんかなんだろう、多分もう今は別の子に夢中だから。私はね多分まああの記憶にはいると思うんですけど、ただまあね多分変わってると思いますよ。卒婚とかだけ来そう。なんかまあそういうのも嬉しいけど、なんかそれはちょっと悲しいよね。フォローされてる、え、わかんない、何で流れてきたんだろう、マジでわかんないんだよね。でもマジで、え、もうほんとなんかもうマジフラッシュバック、へーみたいな、さーみたいな、あんなにたくさん話したじゃんってなった、あんなに話したのに戻ってきた時受け入れ、いろんなの流れてくる、戻ってきたら好きになっちゃう、いやむずいよ多分それは。ちょっとなかなか、え、文句は言わないけど見つけたよっては言うかも、楽しそうだったねって言うかも死ぬ、楽しそうだったねっていう、リサといる時もよりも楽しそうだったねっていうさ、え、言うよ、だって見つけたんだから、チクチクこと、チクチク、違うよ、だってそこに流れてくるのが良くないじゃん、流れてこなかったら私だってこんな思いしなかったんだからね、死ぬ。そして時間ないよ、ランキングを読みます。先に13位みきゃん、12位たか、11位とめぞ、10位おしお、9位たらてん、8位こうへい、7位きむら、6位ゆんちゃん、5位かなた、4位しゅうちゃん、3位りさのはるか、2位ずき、1位がよしきでした。よしきとずきとりさのはるか、ありがとね、たまおさんもありがとね。やばい、絶対今日も寝れないじゃん、こんな感じになったから、やばい寝れない、またこんな今もうヒートアップしちゃったからみんなと話してやばいよ、もう寝れないよ絶対に、また今日もまたいな、いっぱい送ってね、リプとか、あ、今日はインスタと X のコメントを見る、絶対寝れない、寝れないよね、何時寝たか分かった、教えるね、また多分無理かも、サッカーあるの、え、嘘、何時かな、イコラフ、ぜひイコラフも面白かったよ、初のメンバー、明日もね雨の中お外にね出ますよ。あ、みんなも明日雨やばいらしいからね、気をつけてね。ちなみに結構警報級、東京やばい、九州もね梅雨入りとかしてるみたいだから、みんなも気をつけてね、雨にあのぶたれないで、雨にぶたれるぶたれないでね。おやすみみんな、またね。ジルの、え、可愛かった、今日なんか見つけた、ジルの可愛かったよ、またね今日はちょっといろんな話すぎてない、みんなも気をつけてね、雨とか暑さに、おやすみ。